顔大きいように見えますけれどもね、飼ってみると意外とシュッとした顔しております、ね、でほっぺのところもね飼ってしまうと意外とスリムなんですね。はい、ね、ほっぺにねどれだけ毛がモコモコしていたかお分かりになるかと思います。はい、刈られていきますね。はい、クリさんですね、1年にこれだけ伸びます。じゃあね、数年間放置するとどうなるかというとこうなります。これですね、こちらです。あの5年間毛刈りから逃げ続けた羊さんの写真です。あのインターネットで検索すると出てきますのでね、興味ある方はちょっと検索してみてください、ね、こんなに、なってしまいます、ね、これが5年間逃げ続けた結果です、ね、これを買ってしまうとね、あの大体30キロぐらい、軽くなっちゃいます。もう一匹はこんな感じですね。こっちは結構有名な方ですね。こんなになってしまいますので、ね、これ引っ越すると狩るのも大変なのでね、1年に1回狩ります。この子ですね、このさくらちゃん一番の豪豪です、ね、丸山動物園6頭の羊さんおりますけれども、ね、その羊さんの中で一番の豪豪と言われています。今日ちょっと大変です。なんか普通に押されてるように見えますけれども、あの体重大体60キロから70キロほど、あの大人の男の人と同じぐらいあります、うん、なので、ね、結構大変なんですね、押さえるの、人もね、押さえるのも大変だし、バリカー入れるのも大変です。ですが、あの羊さんもね、すごく大変です。手刈りされる羊さんの側もとても大変です。あのいろんな姿勢、さっきから取らされているので座らされたりねしてますけれども、で今度これから寝かされたりね、体ひねったりとかします、ね、そういう時にね、お腹の中に食べ物が入ってるとね、苦しくなってきますね。苦しくなって吐いてしまったりします、ね、それが、ね、詰まって死んでしまったりすることがあるので、あの羊さん、毛刈りの前日、毛刈りの前の日からご飯食べられません。今日の朝もご飯食べてません。とても腹ペコですね。腹ペコなんだもん、うん、ね、人もね、あの抑えるのも大変ですけれどもね、あの釣りさんもお腹空いて、しかも仲間と離されて一人で、ね、ポツンと取り残されて、ちょっとかわいそうな目にあってます。どこかのみんながご飯を食べてるの横目に、なんで私だけご飯もらえないんだろうね。もういいぞ、ね、こう触れ合っているので、ずっと使ってると熱くなってしまいます、ね、熱くなっちゃうので、そのまま使い続けてしまうと羊さん火傷してしまいます。なので、ね、時々ちょっと冷やしてあげます暑いです。あの皆さんちょっと肌寒いかもしれませんけど、これだけの重さの羊を抱えながらバリカンを合わせると、とても重労働ですね、はい、お肌見えてきました。さっき買ってきたグリーンとね、背中が見えてきましたね。ひじさんですね、あの体うまくできておりまして、あの毛脱ぐとちゃんと脂肪の層が厚くなってですね、あの寒くないようになるそうです。なので、風このぐらいの気候だったら風邪をひく心配はありません。さすがにね、雪降ってたりするとちょっと心配になるところではありますけれども、ね、その点は大丈夫ですよ。丸山動物園でもね、数年前まではハサミで全部切れたって、ね、もうね、もうなんかだいぶ脱いじゃいましたね。よいしょ。本番のプロの人はですね、あの本番のプロの人の早刈り大会というのが、ね、現地ではあるようですね。そういうので優勝する人はなんとこれを大体2分かからないぐらいで買ってしまいますけれども、ね、
そういう人たちね、もちろんそれを職業にして、それでご飯食べてるわけなんで、それぐらいできないです。それでは終わりました。さくらちゃん立っていただきましょう。どうぞ。はい、こんなんなりました。一頭の羊さんからだいたい6キロから7キロほどの毛が取れます。ね、この目の前にある毛ですね。だいたい6キロから7キロです。これで全部毛糸のセーターを作るとだいたい3枚から4枚できます。小学生以下のお子様に、羊の毛、去年買ったものですけれども、去年買って洗ったものをプレゼントしております。おかしいな、もうぶら下がって、私ご飯食べてくれ。